お手上げだと思ったのは、150キロのフォークですか。すごいな。バカじゃないの。上原さん、お口が悪いですよ。お口が悪いですよ。上原浩二の雑談魂。雑談魂。2000本のヒットの思い出とともに、もういろんな多分バッターの、あのピッチャーの方と対峙してきてらっしゃると思うんですけど、うん、中でもあえても嫌だった選手って。嫌だったのは、はい、僕は変則ピッチャー、アンダースローのピッチャーです。どなたが嫌でした。特にまあ西武時代では渡辺俊介だったり、立山だったり、それこそね、言っても昔で言ったらね、近鉄時代の岡本さんっていうのがね、中継ぎで投げてたこのアンダースローか。関大出身ですよね。あ、そうなんだ。はい、確か横投げのピッチャーがやっぱり本当にこう軌道が合わないというか、目線が合わないです。まあ、宮本さんのね、引退する年にやっと分かったとかなかったからね。そのアンダースロー、サイドスローが。そうですね、宮本さんも嫌いなタイプは変則なんで、全く一緒で、はい、で引退する年にどうやって打ったらいいかがやっと分かったっつって、なんかトスバッティングだって言ってましたよね。振りに行ったらダメだって。俺だけど中日時代のロッテと日本シリーズやったんで、2010年に日本シリーズやったんだけど、その時に渡辺俊介打てないんですよなんていう話したら、そんな感じでアドバイスされた、振りに行ったらダメだよって。宮本さんですか。軽くポンって打ちに行った方が多分渡辺俊介打てると思うよっていうアドバイスを受けた。これちょっとね、現役選手聞いた方がいいよ。そうですね、うん、ちょっとすげえなと思ったのは、落合さんは横のピッチャーというのは簡単だっていうね。なんでですか。いや、わかんない。そこを知りたかった。そう、横のピッチャーの簡単だよ。落合さんの打ち方だからっていうわけじゃない、ね、いや、ないと思う。簡単に打てるらしい。落合さんってどっちかといえばちょっと開いて、右に結構打球飛ばすイメージなんですよ、だから余計そうやって横はそういうふうに打ちゃいいよみたいな感じなんですかね。どうなんだろう、分かんない。でも和田さんもちょっと開く感じですよね。開くけどね、俺はね、接点がなくなるんだね、ボールとの接点が。だからやっぱゴロになっちゃう。和田さんの打ち方ってやっぱ独特ですよね。独特なんかな。ちょっと開きのこういうイメージですよね。もうね。こういうイメージですか。そう。ああ、こういうイメージです。そう。まあ理論はあるけどさ、やっぱ自分のスタイルだよね。今それはそうですよね。ね、もちろん。いろんな理論だったり、やっぱりで今だったら。アパスイングだとかね、昔はこうだとか、レベルだとか、いろんな、ね、どれも多分合ってるんだろうけども、自分がやりやすいかどうかって、ね、その人に合ってるものが、まあ、正解ってことですよね。なんか野球に正解はないって言ってるでしょ。あ、そうですね。そうだそうだ。常々僕は。そうですね。いや、このだって雑談魂の、そうですね、あのタイトルの中にも入ってるでしょ。そうです、あの上原さんのお名前のテロップが出るときに絶対横に野球に正解はない、上原コーチって書いてあります。配球のやつ、そうじゃん、まさに。お前ここでインコース行ってホームラン打たれたらダメだろうと、インコースで行って抑えたらウィーヒーターが打たれる、打たれるとそれやっぱダメじゃないかみたいな。配球なんかはね、正解ないですよ、確率みたいなもんがあるけど、キャッチャーは批判されてなんぼあるね。だキャッチャーほんま僕は9つのそのポジションで一番死んでるのはキャッチャーだと思ってますよ ね。どうでしょう、逆にこの選手は相性が良かったな、なんか好きだったな、結構打ってる印象があるなっていう選手って。基本左ピッチャーです。はい、要するに上投げですか。上投げでも何でも左投げっていうのは基本的に好きだった。だからプロ最初入って打つ方で最初疲れたのはやっぱり左の代打から入って、で左投手の時の DH で試合に出るようになって、でじゃあちょっと右ピッチャーでも出してみようかって言って、なんとか右ピッチャーでも結果が出るようになってレギュラー取ったんで、その一発あの取っかかりがやっぱ左の時に使えみたいな、だから左ピッチャーっていうのは基本的に相性が良かった、全体的に。中でもなんかどなたとか、中でもすごく打った用てたみたいな印象がある方います。ソフトバンクの和田剛。和田対決で大ファン。あ、和田剛めっちゃいいピッチャーだね。和田さん今これですよ。イケメンだしね。いやいや、かっこいいよね。そうですよ、だってかっこいいし、早稲田から名門で
奥さん女優さんだし、まだバリバリ現役でやってるし、そうですよ、まだ現役でね、41？ そうですね、41だけどまだね、早いスタイルで頑張ってるよね、だけど愛車じゃなかったそうそう、ね、杉も嫌じゃなかったんですか、杉一も結構まあまあ愛し、そうね、今まだ現役で頑張ってるピッチャーだったら石川とかもまあまあ愛し、ね、左ね、そう、左ピッチャーは基本的に好きだったです。あのやっぱりキャッチャーをご経験されてるっていうので、そのキャッチャー目線もお持ちなわけじゃないですか、はい、やっぱりそういう部分もその打席に立ってる中でなんか、あ、そのキャッチャーの要素みたいなものが生きたなとか、そのキャッチャー目線を持って考えちゃうなみたいなこともあったんですか、うんうんうん、ちょっと自分ではそういう目で見てるんですよね、うん、野球選手としてそのバッターボックス入った時もキャッチャー目線でっていう見方はしてたんですけど、はい、なぜ補欠だったんでキャッチャーでは当たんないわけですよ、あ、配球の読みが、でも配球も結局癖があるじゃないですか、うん、そのキャッチャーの、あー、みんなタイプ違うと思うんですよ、似たような感じのタイプなんですか、うん、キャッチャーってなんだろうな、多分キャッチャーによってやっぱ性あると思う、ありますよね、あるある、いろんな種類があって、ラミちゃんなんかはさ、はい、よくキャッチャーの研究をするっていうね、おキャッチャーの方のは癖、配球の方を読んで勝負すると、はいはい、ピッチャーと勝負してるんだけどキャッチャーとの勝負の方が肘を打てるみたいなこと言うんだけど、俺にその頭はなかったんだよね、打つ時はやっぱピッチャー、打つ時はだから逆にあんまり考えすぎるとうまくいかないタイプだった、あ、基本的になんかあのキャッチャーの方からこうなんかね、あの、うん、打席立った時ささやかれたりとかするこうっていう話もね、かつてゲストの方があったり、そういうことって現役中ありました、ああ、まあだけど谷繁さんなんかはね、やっぱり繁さん、俺も言ったよね、あ、言った、しげさん結構喋りますよね、あ、やっぱりそうなんですね、谷繁さん喋る、何をおっしゃって、いやいや、例えばスコアボードに自分の打率が出たりするじゃないですか、はいはい、ひどい時が、ね、はい、あるわけですよ、はい、例えば交流戦とかで当たった時2割もいってない時とか、うん、調子悪いなみたいなね、うわ、じゃあもう1本ぐらい打てみたいなね、いや、それみたいに要するにまっすぐ投げてくれるってことですか、感じでいくんだけどもう調子悪いから打てないまあいい加減にしろよみたいなね、でもそれ逆に考えさせられるかもしれない、まっすぐ行ったらなとか言いながら実はスライダー来るんじゃないのみたいな、だからね、逆にね、そうやっちゃうとね、こう勝負どころとかでね、勘ぐっちゃったりしたらね、うわ、そうそうそう、やっぱりね、それも考えてたかもしれない、ある意味入り込んでくるんだよね、結構入り込んでくる、だからそれにまんまと乗らない方が多分いいのかな、良かったのかな、あ、そうそうそう、まあ、でもキャッチャーやってたら駆け引きももちろん和田さん自身も駆け引きは僕はあんまりしてなかったですね、もう自分のスタイルでいった方が結果が出るというタイプだったんで、あの逆に自分のスタイルでいかないとそういうとこ考えすぎると墓穴掘ると思ってた、考えすぎが、じゃあもうシンプルに、シンプルにきた、人によっていろいろ、いやいや、それはだって性格がね全員違うんだから、うん、同じような配球にはなんないよ、そうだからいつも思うのが、完封の試合が例えばかかってました、これピッチャーの性格出るなと思うのが、はい、もう絶好調でやっぱ最後はまっすぐで三振取ってやろうっていうピッチャーもいれば、調子いいけどフォークの時は絶対三振取るなって、現実的にひょいってこう平気でフォーク投げるピッチャーとか、その辺で理想を追い求めるピッチャーと現実的なピッチャー、はい、完全に現実派でしょ、はい、違う、それこそない、どうだろう、どうですか、僕はでもそのそこない完封、あまりその完封したことがないんで、いつも9回に点取られるタイプですから、爪が甘かった、爪が甘いですね、それこそ日本シリーズの時もそう、あの9回に1点取られる、カブレラにホームラン打たれたんですよ、ああ、はいはい、あの多分フォーク投げとけば三振だなっていうのはあったんですよ、自分の中で、その前も2、3振ぐらいしてたから、でも2戦目3戦目4戦目があるから、インハイのまっすぐ投げたらどういう反応するかっていうのを、その今後のためにっていうので、いったんだ、はい、データを取るために投げたんです、ホームラン取りました、自分のためじゃなかったよ、思い切った結果、完封もなくなったと思って、チームのために余計なことを余計なことした、あらららら、それはやりましたね、日本シリーズの、そういう、だからそれはすごいいいことじゃん、別に点差だったんでね、そう、はい、それは、はい、あれが 1-0 とかだったら間違いなく行ってないです、行ってない、大輔とかはね、結構ね
ていうタイプのね、最後まっすぐでみたいな。150キロ以上投げれるからいいやんか。俺も投げれたらまっすぐ行ってたと思うんだけど。だから出てたでしょ。いや、僕出てないです、出てないです。最高148です。嘘でしょ、はい、本当に、はい、150出てない、ね、出したことないです。あ、だけど思うけど最近の方がちょっと早くない？早いですよね。早いよね。早いですよね。今だったら150ぐらい。昔そうですよね。昔プラス10ぐらい。そう、今だったら155ぐらい出てるよ。ですよね。うん、はい、90だったらあの時160キロ出てるよ。そう、本当そうですよ。そうそう、てかお二人本当に仲いい。まあ同年代だよ。いやー、なんか同じ時代に生きてるからね。そうそうそう。その和田さんが現役時代打席に立っている中で、うわこいつすごって思った選手ってどなたですか？いやこれは打てないわみたいな。井川とかどうですか？誰？井川系。井川ね、タイプ的に好きなピッチャー。好きなピッチャー。そうですね、左ですもんね。そっかそっかそっか。そう。黒田さんとか。黒ちゃんはね、対戦してる。対戦してる、してる。してます。してるけどね、相性はそんな悪くない。おお。黒ちゃん。クロちゃんって呼んでるんですか？クロちゃんね、クロクロクロちゃん。俺も呼んでいいかな。クロちゃん、だけど日本にいた時でもちょっとメジャーって成長してない？イメージ的に。いや、でも日本でもすごかったんですけど、僕の中では、はい、要するにお手上げだっていうピッチャーがあんまりいなかった。おだったら、うん、こいつなんとかなるなって、なんとかなるっていう頭があったのが、お手上げになったのはもう最後の大谷、メジャー行く最後の大谷。へー。1打席目にスライダーをたまたま宇宙から投げた、はい、で日本シリーズですか？いや、交流戦。あ、ごめんなさい、ドラゴンズの2015かな、はい、引退する年の交流戦かなんかに2塁で打って、はい、で次の打席にフォー、150キロ近いフォークで三振したんだね、はい、なんだこのボールはと思って、で次からもう絶対このフォーク打ってやろうと思って、3打席目、4打席目、確か3連続三振したんだね、全部フォークで。で、こっちはもうフォークでやるというか、フォークを狙ってるわけ。狙って三振三振。三振三振で、あ、ちょっとお手上げかも。もう当たんないと思って。もう糸口が見つからなかったってことですか、攻略の、うん、攻略の、うんうん。どんな打ち方するんですか、彼のフォークは。スプリットに近い。落ちが大きいんじゃなくて、ギリギリまでまっすぐの軌道で来た先にポンと落ちるんだけど、その軌道がもう読めなかったんで。タイミング合ってんだけども、そうそう、落ちるかまっすぐ来るかっていう。そうそうそう、それでずっとフォーク待ってた。150キロのフォークですか？うん、150キロすごいな。バカじゃないの？皆さん、お口が悪いですよ、お口が悪いですよ、ちょっとこれは褒め言葉やね。そう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 、おかしいだろ、おかしい、おかしいだろっていう、っていうのが思わず出ちゃうぐらい、うん、もうちょっと異次元。あ、そうそうそう、はあ。だから確かにいいピッチャー、まあ、上原もそうですね、うん、打ってきた、ダルビッシュもいた、マークもいた、はい、もう確かにすごいピッチャーいっぱい、ね、見てきて、はい、で、ね、実際はやっぱり1割台とか対戦成績2割ぐらいで抑えられてる、はい、だけど自分が良かったらいい時に当たれば打てるかもとかってね、うん、はい、やっぱあるじゃんね、どんなピッチャーも、はい、だけど最後の大谷の時はこれいい時でもちょっと対応できないかなっていうのが思ったのが大谷。へえ、うん、このボールは俺はちょっともう無理かもみたいなね、っての感じた。それだけね、いろんなバッターと対峙されてきて、うん、なんかこう本当に和田さんってこう、うん、ま、いろんな方からこうなんかなんていうか、なんですか、まんべんなくじゃないですけど、こう打ってるイメージが、だから苦手意識があんまりないんだなっていうのは今聞いてて、まあだ実際ね打ってなかったりもするんだけども、うん、どうにかなるっていうどっかにやっぱね、はい、イメージができるところですね。だからピッチャーも多分そうだと思うけど、相性悪いバッターいるけど、うん、うまくこう攻められたら抑えるようなっていうのがあるよね、うん、金本さん無理でした。あ、金本さん、はい、自分が調子良くても本当にあーっていう感じですね。ああ、そうなんだ。多分タイミングが合うんだろうね、どれもどれも。配球とかコースとかじゃないよね、うん、基本的にもタイミングが合っちゃうんだね。あの外のまっすぐサイン出されて投げてるつもりでも甘くいくんですよ。でインコース厳しいとこサイン出してもそれが中入るんですよね、うん、なんか吸い込まれていくんですよね、苦手バッターに対しては。不思議ですね、あれ何なんだろうなと思う、ね、それで高速帰り運転しながら、そう、金本ーって、それがストレス発散。あ、発散してね、はい、俺は金本さんの数字を常に追いかけてた。あ、あの年代が、東北福祉の先輩も1年で先輩なんだけども、はい、まあ、そこの時点でもやっぱ憧れてるし、うん、その数字を常に目標にしてた。同じ年齢の方だから、金本さんの40歳の時どのぐらい打ってるの、
あ、じゃあ俺もこの数字残さなきゃっていうのを常に目標にしてた。そんな指標になる方がなってた。だからその年齢でやっぱそういう数字残してる人って本当いなかったから、外野手で。だから鉄人って言われてましたからね。鉄人 でずっと成績残してたから、もう肩さえ痛めてなかったらね。そうですね、まあ、結局怪我怪我の断裂で、ね、なったけど。ちなみに和田さんはそのこう打てなくて、例えばストレス溜まったみたいな時に、まあ、上原さんがその、ね、金本ってこう叫びながら運転するみたいな、なんかそういうストレス発散法ってありましたか？ベンチの裏に行って、あの禁止用語とか、あの要するにこのタオルをしてブーッとこれね、みたいなね、とか。叫ぶの大事。そうそう、そ若い頃はね、思わずこうやってね、ってこうやったら、あ、割れた、よく出れて、すいません、ってこうやって、多くの人に言って、書いてもらったりね、っていうのもあったし、思わずベンチをガーンと蹴って、クッとかでね、一瞬カーンってなって、はい、終わりみたいなね、はい、あるんですね、なんかそこすごく。いや、みんなあると思うけど、そう、物にはなっちゃう。ちょっとね、自分で、ね、バカだったなって後悔したら、手袋取ってカーッてこのやつね、良くないって分かってても分かってもまずやりましたよね。でもね、まあ、もうおしまいみたいな、はい、あのメジャーの試合もし見る機会があって、はい、ピッチャーが後ろを向いてグローブでこうやってなんか叫んでる時とか絶対あるから、はい、それ見て、はい、みんなここで、ね、多分禁止用語言ってると思う。ああ、なるほどね。マウンドでね、マウンドで僕もやってましたもん。こうやってグローブで隠して後ろ向きながら、ファもう絶対ストライクやんっていうね、その審判がボールとかって言ったら後ろ向いて、あの禁止用語言って、はい、で前見て審判には笑顔でこうやって怖い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 、後ろにはもう変なこと言ってるわけです。そうだから若い選手で冷静でねいられる選手ってすごい尊敬する。あ、もうそんな年齢でそういうところまで行っちゃってんのみたいなね。オリックスの宮城投手、あ、いいね、早川、楽天早川投手、冷静だよね。そうですね、あまり感情をこうマウンド上で出さないですね。だそれこそね、涌井がそうだったね。あいつはもうずっと逃げ出してるからポーカーフェイス。今もそうですよね。今でもそう。だって打たれても抑えてもずーっとしますね。涌井投手高校生の時も、私は同い年なんですけど、で甲子園の試合見に行ったんですけど、その時もさ、もうずっとだからもうポーカーフェイスで、だからなんかその逆に出さないのが大人びててかっこいいみたいなって思って見てました。だけどね、唯一褒め、落合さんが唯一褒めてたのが涌井のこと。へー、あいつはいいピッチャーだって。へー、多分そういうとこ見てたのかもしれない。言われなかったか。上原がいいピッチャーだったら聞いてなかった。感情出してなかったか。いや残念。いや、その人間臭いのが上原さんのいいとこです。そうそうそう、それぞれあるから。